はい。クラファン挑戦中のクーです。僕は去年の夏から半年以上かけて子育て本を書き上げました。タイトルは、将来が楽しみすぎる。子供が自分の人生にワクワクするようになる子育てという本です。で、この本を何で書いたかっていうと、うん、僕が子育てをしたりとか、僕の息子の友達とかね、保育園、それから学校、 そんなところでいろんな子どもたちを見てきて、まあ、気づいたことがあってそれは何かっていうとうん一と言で言っちゃうともう世間で言われているようなこととか、ね、そういう社会が捉えている子どもたちと本当の子ども自身がちょっと違うんじゃないか っててていいう,うに感じていて、まあ、例えば最近、ね、学校に行かないとか休みがちとかねそういう子がいる中で、まあ、ニュースとかだと不登校という言葉で、ね、片付けられてしまうんだけど Twitter、まあ、なんか見ても、ね、不登校の親みたいなアカウントがたくさんあってみんな悩んでいてで情報公開交換したり。 ね、まあ嘆いていたりする人もいるわけだけど僕が見てきたいわゆる不登校ね学校行ってない休みがちっていう子どもたちはなんかねみんな自由でしっかりしていてバイタリティがあって、ね、なんか頼もしい子たたちだったんですねそしてうんやりたいことが決まってるからもうそれに打ち込んでいたりとかで同時に なんかもうこれはいらないとかね。これやりたくないとか、そういうところもはっきりしていて、自分軸が強いんですよね。で、いろんなことが分かってしまう。まあ、つまり進化しているっていうことで、そうすると、学校に通い始めて、まあ、これいらないとかね、これ嫌だとか、そうなってしまって、で、家にいる。で、僕はあの、カウンセリングの仕事もしているので、 お母さんからね、そういう相談、お悩み相談もたくさん受けたんだけど、で、お母さんが悩んでるわけですよね。まあどうしたらいいかみたいなね。で、いろいろ話を聞いて、で、ところでお子さんは家でね、お家でどんな感じなんですかって聞くと、お家で毎日楽しそうですと。ね。あの、元気に楽しく家にいますみたいな感じでね。で、やっぱりね、僕もそこで、ああ、 やっぱりと思うわけですよねそれは何かというと悩、まあ、悩んんんでででいるのははお母さんで子供は悩んでない、ねうん、つまり、えっと、子どもたちは進化してもうこれはいらないと分かってしまってる。でも親の世代は、まあ、昭和とか平成の価値観で「いや学校は行かなくちゃいけないよね」とかね「行かないでいたらこのあとどうなって しまううんだろうとかね高校行けるのか大学行けるのか就職できるのかみたいに心配してるんだけど僕がその子そのものを見た時にもうあこの子は素晴らしいな、ね、何も心配いらないな、ね、生きていけるよねっていうそんな子ばっかりだったんですよね。で逆に僕のカウンセリングの仕事の中でうーんまあいわゆるいい子に育ってきてしまった お母さんお父さんが大人になってうーんまあいい子に育ってきたというのは先生の言うことをちゃんと聞いてきたとかお父さんお母さんの言うことをちゃんと聞いてきたでいい子に育って就職して、まあ、結婚する人もいればしない人もいて、まあ、子供ももいたりしてでも何か違うと思い始めてでその時に うーん何か違うんだけど自分が何をしたらいいかわからないとかねどうしたらいいかわからないっていう方もいるし分かったけどそれが一歩踏み出せないっていう方も多いんですよねでそこの壁ってなんかものすごく大きくて、まあ、つまりやったことないから全然できないっていうね何十年もこうやって生きてきてしまったので できないいってことが多いんですよねで一方その子どもたちはね進化しているのでもう自分の思いとかね欲求とダイレクトにつながってていやこんなのやだこんなのいらないっていうねで自分はこれが好きこれがやりたいっていうのははっきりしていてそういうなんか構図になっていることが多かったんですよね。で全ての不登校と言われる子どもたちがそうじゃない というのは分かるんだけど僕が見てきた子どもたちはそういうことが多くてで結局何かというと、ね、問題は子どもにあるんじゃなくてそういう、ね、多様な子どもたちがいられる場所とか学べる場所という多様な選択肢がないっていうのが問題だなと思ったんですよね。でフリーースクールととかか新しいい学校とかいろんなのができてきててるけど まあそれもね、どこにでもあるわけじゃないし、家から遠いとか、まあ、お金が高すぎるとか、ね、お父さんお母さんの意見が合わずに、ね、そこじゃダメだってことになるとか、まあ、いろんな理由で簡単にね、選べるってことじゃないと思うんですよね。ねちょっと水飲みますね、あの、 大人の人を考えたら分かるんだけど大人っていろんな生き方があっていろんな仕事がねする人がいてまた仕事しない人とかねものすごくこうバリエーションがあるんだけど、まあ、子どもにはあの一つの教育しかないみたいなねところがあってでまあそこでねそれじゃダメだよねってことで皆さんねいろんなフリースクールとか新しい学校とか作ってると思うんだけど、まあ、まだ対応しきれてない。 そっちの社会の側に、ね、課題とかがあって子どもは大丈夫だよねっていう子ばかりでした僕が見てきた子はねだからこれはあのとても大切な話でこれみんな分かった方がいいよねというかあの子どもたちをそのまま見てあこうなんだなっていう理解をしてあげるってことがすごく大切だと思ってるんですよね。 でそういう人も増えてると思うけど、まあ、もっともっと増えたらいいなと思って、この本を書きました。例えば、イーロン・マスクは自分の子供をね、学校に通うときに、まあ、やっぱり行かせたい学校がなかったそうなんですね。それで自分で学校を作ったということです、ね。そんな風になんかいろんなね、あの、学び方とか、うーん、育ち方、 そういったものがもっともっと必要なんじゃないかなと思って。で、今は、ね、繰り返しになっちゃうけど、学校に行かないっていうね。もしくは休みがちっていう場合に、まあそれじゃいけないよねっていう前提で、親が悩んでる。ね。子供は、まあ子供も悩んでる子も,もちろんいるだろうけど、うん、子供は割とはっきりね、自分の ことがわかってるっていうことだと思うので、ここの距離がね、もっと近づいたらいいなと思いましたね。まあ、そんなわけで本を書いたわけです。で、僕の子育てどうだったかというと、僕はやっぱりあの、まあ、学校とかがね、あの全部ダメだというわけじゃないんだけど、やっぱりすごくなんていうのかな。 画一的な価値観だなと思ったので、うん、その逆をね。あの、子供に話したりして、いろんな考え方とか見方とかね。そういうのがあるんだよっていうのを教えようとしてきたんですね。まあ、例えばえっと普通に小学校中学校通ってるとまあ、高校って行くものなんだなって思うと思うんですよね。 で、まあ、大学になると行かない子も少し出てくるかもしれないけど、ね、高校は普通は行くよねとかね大学も行った方がいいよねってなんか親が期待してるとかねで僕はあの小学校低学年の時からあの高校とか大学って行かなくてもいい学校なんだよって言ってきましたそしてえっと小学校高学年になった時にやっぱり ね、友達は楽しいけど週5日学校行くのは無理って子供が言い出したんで、うん、じゃあいいよって言って、まあ、毎週水曜日休んでたんですねで中3になってみんな高校受験っていう時に高校に行きたいって言ったんで僕が第一声言った言葉は「そんなに勉強嫌いなのにまだ学校行くのか」っていうね僕言ったんですねであの、まあ、本当に学校とか勉強がね好きじゃなかったんで 行かなくても大丈夫なのにと思って言ったんですよね。まあ、そしたら本人が、まあ、高校卒業の資格だけは持っていたいみたいな感じでね。行ったわけですね。まあ、ところがその学校が交付が合わなかったので通信制に移ってそれで通信を卒業したということです。で、通信も通信もっていうか通信だからスクリーリングが年に1回あるだけであとは なんかプリントとか出すだけでねものすごく勉強量とかも少なくて時間もあり余ってるから、まあ、バイトしたり冬はリゾバ行っちゃったりとか、ね、バイクで日本縦断しちゃったりとか、まあ、そんな生活をしてたんですよねで、えー、今どうしてるかというと、うん、高校卒業して、まあ、就職も進学もしてないんですよねそれでうん ワーホリーに行くのを目指して今はまた日本各地でリゾバーねリゾートバイトをしてるという感じです、まあ、こんな感じで、まあ、僕自身の生き方も息子の生き方もねすごく自由な生き方になってると思うんだけどうんまあちょっとねここであんまり長く喋ってると長くなっちゃうんでこの辺でまとめようかなと思うんだけど、まあ、そんな感じで うん子供を取り巻く環境っていうのは、まあすごく古くて、まあ、狭くて確率的で子供一人一人見たら、うん、ちょっと違うよねっていうのを感じたのでそれを、ね、本にしました。そして将来が楽しみすぎるというタイトルは僕の息子が17歳くらいの時に自然と発した言葉です。でそれを聞いた時に ああなんとか僕のね、子育てはうまくいったのかもしれないなと思えて、で、これって本当に最高な言葉だなと思うんで、ね、あのー、まあ、逆だと大人になりたくないとかね、社会に出たくないとか、まあ、そういう言葉になっちゃうと思うんで、ね、そういうのがやっぱりいいわけじゃないと思うので、ね、どうしたら自分のというかね、あの、子供が、 将来が楽しみすぎてねて思えるようになるのかみたいなことを書きました。そして、いい子に育ってきて人生の迷子になっているようなね、そんなお母さんお父さんがどうやったらそこから抜け出せるかということについても書いています。そして、えっと、8月に Kindle 本でね、発売して 9月には紙の本でも買えるという形になるんですけど、まずはクラファンでね、販売することにしたので、えっと、今月7月31日までクラファン挑戦中で、そこで買うこともできるし、いろんなね、魅力的なリターンも用意したつもりなので、ぜひそちらも見ていただいて、ね、できればもうこの時点で本をね、オーダーしてもらえたら嬉しいです。 はい。ということで、将来が楽しみすぎる、自分の子供が、自分の子供がじゃないね。子供が自分の人生にワクワクするようになる子育て。ということでね。はい。一冊の本を書きましたので、ぜひ手に取っていただきたいと思います。でまた、このね、あの、YouTube とか、うん、TikTok とかね、インスタとかいろんなところで、 発信もしていきたいと思っています。で、えー、クラファンのリンクは YouTube は概要欄、TikTok はプロフィールからインスタに飛んでもらって、インスタのリンクにあります。ぜ、え、ひ、ーね、見てみてください。はい。それでは。